こんにちは、ハイジです。さあ、というわけでやってまいりましたパズドラのゴッドフェス後半戦でございます。先日ですね、モンストの方のガチャ獣神祭を引きましたところ、1ヶ月貯めてきたオーブを使い果たしてどうしようもないキャラしか出ないという、大事件が起きました。それ以来もう本当にね、ショックすぎてモンスト立ち上げる気にもなれません。なので今日はパズドラに慰めてもらいたいと思います。行きましょう。で、せーの、顎、まだ顎パワーつけましょう。顎パワーをもらって、せーの、ポチンと。はい、頼むよ。ゴッドフェスだからゴッド出てよ。ちゃんとゴッド出てよ。しょっぱいね。これってだってさ、これって普通のスペシャルダンジョンとかで取れるさ、やつじゃないの？これガチャのキャラ？よくわかんないけど、なんか普通のね、スペシャルダンジョンのボスっていう感じだった気がするけど、ちょっと、あと1回だけじゃ回そう。もうあと2回回せるけど、これでおしまい、いいのが出ておしまい。はい、あ、プラスティックで、だからこれは2年前くらいなら、あ、そこそこいいの出たかなって思ったかもしんないし、その時も、あ、でも使い道結局強いけどないよなって思ったかもしんない。うん、ちょっとやっぱもう一回引きたくなっちゃった。人間ってそういうもんだよね。当たり引いても出ないの分かってんだ。どうせこういう時に引いても、あ、プラス出た。あれプラスついてるよ。あ、ハンドラ出た。こういう流れで初めていいの出た。もうモンストでさ、1ヶ月頑張ってきたオーブンがさ、全部なくなってさ、パズドラでもね、全部貯めてたの、もうずっと。で、もう魔法石17個までしか貯まんなくて、あー、3回しか引けないんじゃ、どうせまたね、ダメになるんだと思ったら、闇を4個以上つなげると攻撃力が上昇最大4倍ですから、簡単にね、4倍が出せるという素敵なキャラでございます。では、パンドラを軸にしたパーティーを作って、近々攻略動画を上げてみたいと思います。さよなら。